見事な逆転勝利でした。ご自身の2ゴール、まずは1点目はかなりのチームとしてつないで得点が取れたと思いますが、どう振り返りますか？最近そうですね、3バックにして前のワントップ2シャドウの距離感を良くしようって話をしてたので、その練習してた形がそのまま試合に出たかなと思います。相手の股を抜いていましたが、はい、また狙えば入るかなと思ったんで、まあ、うまく通ってくれてよかったです。そして2点目なんですが、まあ、チームとして背後を取れて持ち込んで思い切って冷静でしたね。あの辺りは優也君がいいスルーパスくれたんで、まあ、ちょっと右足だったんで思いっきり振り抜いて、もう気持ちで決め切ろうっていう思いだったんで、ゴールになって本当に良かったです。わずか2分間で2ゴール、この辺りご自身手応えいかがでしょうか？まあ、ゴール結果を残すのは本当に嬉しいですし、まあ、勢いっていうのは本当に大事にチームをしているので、まあ、それがしっかり後半出せて、それが勝利につながったと思います。これでチームは3連勝となりました。今後に向けて一言お願いします。リーグ戦もすごい、いい位置に今いるので、一つも上の順位に行って、まあ、天皇杯ルヴァンもまだ残っているので、どの大会も全力で戦って少しでもいい成績を残したいなと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。